おととい日田市の商業施設で高齢の女性が殺害された事件で56歳の男が殺人の疑いで送検されましたまた亡くなった女性は失血死と分かりました今、白土容疑者と見られる男が階段から降りてきましたフードを深くかぶっていて顔は見えません警察によりますと日田市田島の食料不詳 白土正弘容疑者は一昨日午前十一時半ごろイオンひた店で近くに住む日野発美さんの首を刃物で刺して殺害した疑いです。警察は殺人未遂の疑いで現行犯逮捕していましたが殺意があったとして殺人容疑に切り替え、今朝白土容疑者の身柄を大分地検に送りました。警察は二人に面識があったのかや 容疑を認めているかどうかは明らかにしていませんまた亡くなった日野さんは司法解剖の結果失血死と分かりました